こんにちは、吉田さん。今回ね、手持ちのカードっていう話を改めてしておこうかと思います。あの、吉田さんの中学の時の遠征のね、話、うん、なんか思い出すものがありまして、それはですね、私が職員業界に関わってきた時のことです。まあ、あの、スーパーで働いてた時なんですけども、やっぱり同じように、買い付けの方で、まあ、バイヤーがね、中国に行ったんですよ。で、中国に行って、広大な農場を見てですね、で、二十数年前ですけども、 あこれはすごい豊かだなと思ってここと契約できたらいいなみたいな感じだったんでしょうね。でそこで働いてるうー、まあ、若い女性20代ぐらいの女性と話す機会があったんで、えー、いろんな会話の中でこう話したらしいんですよ。この豊かな農場ねすごい収穫されてますねって皆さんでされてるんですか本当お疲れ様ですみたいな感じで通訳の方を通じて話したらしいんですよ。でこれかなり売れたら儲かるんじゃないですかでも見るからに その作業している女性はおんぼろなんですよで単に働きに来てる出稼ぎがなんか,かなと思ったらそうじゃなくて「この農場は私の家庭で家族でやってるんですと」と「家族はおじいちゃんとかおばあちゃんとかお父さんやお母さん全部込みでやっぱりね10人ぐらいでこの畑とか農場をやってるそうなんですよ。まあ、農場っつっても機械設備はほとんどない手作業ばっかりなんですけどね。でで、まあ、儲かるかかるって聞かれたたんで答えたのが あの私たちはここで一生懸命作物作るけど食べることはほとんどないとそれはあなた方のような外国人がこれをね全部安く買い上げていくから全然儲からないんですというふうに言われてましたねでそれでバイヤーはなんかすごく考えるところがあってね、うん、私たちにその話を日本に帰ってきた時に話してくれたんですよで私たちはその食品をいかに安く手に入れてそれをお客様に 安全な状態でさらに安く提供するかってことに心血を注いでその中で利益も取っていかなくちゃいけないけども安いとこ安いとこを求めて仕入れいっていった先にはその作物を莫大な量を作るのにそれを自分自身で食べることができないっていうこんな不利益があるんだぞっていうのうに言われてましたね。だからといって一倍や不全にどうすることもできないけども、絶対に食べ物をね粗末にしちゃいけないし、 ロスの問題っていうのは徹底的に排除しないといけないロスを出した分の損金を取り返すために仕入れ先に負担がかかることになるでしょうみたいな話にしていったんですようん、だからねロスを出すってのはうん、なんか儲からなくて痛い,いってところもあるけどもそのロスさえなければちゃんと販売者が管理して仕入れればその元となる農場に適正な価格をお支払いすることができるんだよと ロススが出ててくるることととも計算すると仕入れコストっていううのは決まってきちゃうとそうじゃなくてもっともっと高い金額でね買ってあげれるように仕入れられるように現場の方でも頑張ってくれって言われたんですよねだからこの思考は私はちょっと参考になったなと思うんですよ一応ねそのスーパーマーケットでは仕入れで儲けて販売で損せよっていうこういうふうな黄金句があるんですよつまりは仕入れ先にはいくら負担かけてもいいからとにかく安く仕入れてこいとその代わりお客様の方にはねあの お得な価格で出していくつまりは仕入れであらりを確保するんだ本来だったら100の仕入れコストがかかるところを50にすることによってその差額の50をお客様に還元するんだって考え方だったんですけども考え方をねこう変えてみたら仕入れ先に負担をかければそこでの農場の維持が不可能になって仕入れることができなくなって結局高いところで買うことになるでしょうっていうようなところまで話を結びつけてくれたんですよねで手持ちのカードって何かっていうと あのまあ、そこではちょっと話が外れるかもしれませんけどもどんなに不利な状況だろうとどんなに自分の姿形が気に入らなかろうとそれを使って勝負するしかないわけなんですよで勝負した結果自分のこの姿形自分の能力でも通用する世界が手探りながら見つけ出せるってことなんですよねでそうした時なんですよ自分の手持ちのカードで一歩前に進んだで今度は自分の勝負したマーケットで 一定のの結果を出しししたといものが新しいカードとしてリードててルされてくるつまり配られてくるわけなんで次はもうちょっと難しいとこにもっと難題課題にプレゼンしてもアタックしてもいいんじゃないかなっていうねとりあえずは手持ちのカードで敗北すするにししててもやっいいいくかかなななじゃないかってことこんですよ自分の不りを嘆いてね何もしないんじゃなくて不りなら振りなりにやってみろってことでそうやって手持ちのカードが増えていくんだろうなというふうに感じたんで今回の動画にさせてもらいましたね。